吉田さんこんにちは。フロッピーディスク懐かしいですね。8インチのこんな大きいねフロッピービスケット、フロッピーディスケットなんですけども、最初はビスケットと勘違いしてる方もいて、大きな包みの黒いやつね、真ん中に丸が入ってるやつ、これが何なのかやっぱりわからない方が多かったと思います。それから5インチになったり 3.5 インチになったり、まあなんかディスクみたいになったりねしたわけですけども、今はやっぱりフロッピーディスクなんてちょっと見かけないですよね。ハードディスクでも確かね、あの山口陸さんのあの20時間セミナーあったでしょ、あれを山口陸用として私ね500のハードディスクを買ったんですよ。でその中に全部詰め込んでるんですね、山口陸シリーズは。確かにその時も1万円前後したと思うんですよ。結構な思いを込めて、あのお金の余裕もなかったですけどね、一生のバイブルになると思って買ったと思うんですよ、それが。でも今ね、あのここ見てください、バッファローの最近買ったんですけども、これがね4テラが8000円ぐらいなんですよ。だから500ギガが当時8年前ね、やっぱ同じ価格です。これと500から4テラに8倍の容量になったってことなんじゃないかなと思うんですよね。すごいですよね。まあこうやってその IT の仕組みにだんだんこう馴染んでいくこととか、こういったガジェットっていうんですかね、機材を使えるようになってくることとかっていうのはやっぱり時代に合わせて、まあ言ってみれば当たり前のことなのかなと思うんですよ。やっぱスマートフォンのこともなんぼか分かるようになってきたりとか、別にね HTML タグを書けというところまではいかなくても、あの何ですかね、 USB-C とかっていうことの意味が分かったりとか、まあマルチウィンドウとかね、トリプルウィンドウとかっていうのが自力でできるとかね、それはそんなに高いレベルじゃないかなと私は思うんですよね。まあ言ってみれば初めての人でも、なんとなくできるみたいな、そういうふうにテクノロジーが追いついてきたと思うんですよ。さあこれを前提にですね、ちょっとねこう昨夜来た相談事を聞いてもらいたいんですよ。これは恋愛相談です。44歳の方、携帯電話の営業のお仕事をされていて、年収は現在350万、高卒専門職卒だということでございます。でね、趣味は映画とドライブなんですけども、今は車を持っていないと。で、ドライブが趣味だったのは前のことなんだけども、またね、儲かったら新しい車を買ってドライブしたいなってことを言ってました。で出会いを探していて、まあ、20代の女性はいませんかっていうような内容だったんですよ。でね、この質問が来た時、一番最初に私はね、じゃあね、これ A さんとしましょうか、この悩みを持ってきた方。じゃあ A さん、仮に今44歳ね、もしかしたら年齢的にはお子さんがいてもおかしくないですよね。じゃあ A さんに今22、3歳の娘さんがいたとしてね、だから A さんが20歳ちょっと過ぎたあたりでできた子供だっていうふうに仮定してくださいと。44歳の A さんに22、3歳の娘さんがいます。その娘さんが彼氏を連れてきて結婚したいと言い始めました。で彼氏がどんな方かなっていうふうに見てみたら、年齢が44歳、携帯電話の営業勤務、年収350万、専門卒で、趣味は映画とドライブなんだけども、ドライブは今車がないんでちょっとできてないんですっていうふうにお話しされたとしたら、どう思いますって聞いたんですよ。そしたらだいぶね、長い間沈黙があって、久保さんの言いたいことはよくわかりましたっていうふうにして、答えてくれなかったんですよ。つまりね、逆の立場になったらわかるでしょってことなんですよ。で、今回は、その相手の女の子の立場になるんじゃなくて、その親御さんの立場になったらどうかなってことなんですよ。ここで私が言いたいことは、人にはいろんな人間関係があって、自分一人でね決められることと、周りの人に認めてもらわないと決められないことがあると。特にこの結婚の問題っていうのは、当然ですけどね、今 A さんが今から20代の女性と付き合うとしても、 2,3 年後にはやっぱりそういったね、将来のことを話し合う時にはその女性のね、親御さんと話すことになると思うんですよ。その時に A さん、準備できてますかと。そのあなたに20代の女性誰か振り向いてくれますかっていうふうにちょっと厳しいことを言ったんですけどもね、まあはっきりとした回答はなかったんですね。でここまで話して、前半の動画でお話した IT のテクノロジーのことなんですけども、まあ今回ね、年齢と年収のアンバランスさがこの A さんには不利になっていると思うんですが、でも大丈夫なんですよ。年齢が不利であって年収が不利であっても、別の要素がそれをカバーするだけあればね、
A さんも人生でこれだけやったんだってことが分かれば、親御さんの気持ちとかその相手のね女性の動きを気持ちを動かすことができるんですよっていうふうに申し上げました。じゃあですね、知恵はありますかと、工夫するだけの能力ありますかと、物知りですか、ね、臨機応変できますか、あと勇気はありますかと、決断力はありますか、すぐパパパッと行動できるくらいのリーダーシップはありますか、それからまあ資産はね、なかなか今350万ではないということなんで、貯金もあんまりないということでした。まあ車が持てないっていう現状がありますからね、40代半ばにして、これはちょっと厳しいこと言いますけども、今まで何をやってたんだっていうふうに言わないといけないところですね。これ言わなかったんですけどもね。であとはね、40の半ばになって体力ありますかと、年収的にも年齢的にも不利でしょ、じゃあもう体がねものすごく頑丈で筋肉ムキムキで誰が見ても、おすごい体ですね、体力ありそうですねって言われるようなあなたですかっていうことなんですよ。体力、お金の力、知恵、ね、これ何もなければ、じゃあ どこをどう惚れてもらうんですかってことじゃないですか。それほどまでにあなたはエスコートが上手なんですか、女性の気持ちを理解してるんですか、それもちょっとないわけですよ。まさにね、女性の立場を分かっていたら、やっぱ年齢に応じた年収は少なくとも持っとかないと恋愛するのは難しいだろうなっていうふうに思わないといけないですよね。だから私のところに恋愛の相談に来てるようであって、あなたは副収入というかね、お金の稼ぎ方のその相談に来ないとダメなんですよっていうふうにして、わかりましたってことでね、まあ、ビジネスをしていく準備をしていくそうなんですよね。で、肝心なのはこの体力、知力、財力に加えて、今ね IT リテラシー、テクノロジーを扱える IT リテラシーがありますかってことになってくるんですよ。44歳のこの方は、まあもうお分かりだと思いますけども、年収が低いイコール IT リテラシーが低いっていうことがね、かなりね相関関係を持つと思うんですよ。でまあこの件も話してみたんですけども、パソコンはほとんど使ったことがないと、 Excel を前の会社で使ったことがある程度ということでね、 Excel、Word、PowerPoint、 もちろんこのスキルはあった方がいいんですけども、実際これがあるからといって有利になることはなくて、むしろね、ないのはないだろうっていう風な見方なんですよ。こんなんね、中学生高校生でもバリッと使いこなして社会に出てきますからね。だからやっぱり44歳、十分人生の時間があって、パソコンを逃げ続けてきたっていうこのダメージが今に来てるんですよね。仮にこの20代の女性とお付き合いすることになって、どうですかね、スマホかなんかインターネットのことで相談されたら何を答えれるんですかってことになっちゃうじゃないですか。つまり頼りない男性がここに出来上がったってことなんですよ。これは私からの見方ではなくて、やっぱこう10代20代の若者から見た大人の評価の仕方ですよ、やっぱりね、私たちも10代20代の頃、新しいことはもう大人は分かんないだろうなって先入観で見てましたけども、でも例えば IT リテラシーにしても、そのIT の世界を作ったのは誰かっていうと、今の40代50代の人が現役で作ってるんですよ。っていうことは、本当は IT のプロフェッショナルはこのぐらいの年齢層である必要があるんですよね。どうですかね、 IT 企業の社長誰思いつきます？多分40代50代ぐらいの人とか、中にはね、孫正義さんみたいな年齢あっという間にいった人とかいると思うんですよ、で若者は、その最前線で修行しながら経験とかね、実績を積んでいくっていうところだと思うんですよね。だからね、やっぱおしなべてみると、 IT の世界は20年前ぐらいにね、この日本にも開闢して、若者が、当時の若者がね、20代ぐらいの子がここで挑戦するしかないと思ってやってきて、その20年後が今だと思うんですよ、だそう考えたら、若者の世界、 IT の世界ね、それはすでに若者の世界ではあるんだけど、未だに20年前の若者の世界でもあるんですよ。つまり今40代とか50代の人が当たり前のように使いこなすぐらいの時間はあったでしょってことになっちゃうんですね。ちょっとまあなんか話長くなりましたけども、今回の相談に関しましては、これでね、何もない状態じゃないですかってことになっちゃうんですよ、熱い思いがあっても、それを現実化するだけの素養がどこにも備わってないというかね、年齢はもうみんな不平等に取っていくんですよ、でモテる40代ね、最後にこれをお話したんですよ。モテる40代になろうと思ったら、やっぱりね、年収が高くないと
いけない。40代半ばにしてその350万っていうのは結構自分の人生にいろいろと責任持っててなかったですよねってことになっちゃうんですよ。やっぱ40代半ばにね、絶対最低限年収500万ぐらい持っとかないけんだろうなっていうふうな仕事とかの選び方をすれば、当然年収の高い仕事に見合うだけの自分を作ろうと思ってね、やっぱこう勉強もするし体力もつけるし、いろんな人脈とかね、それからリーダーシップも発揮して、で IT は最低限使いこなさないといけないっていうふうに方程式が出来上がるから、例えば30半ばから5年間ぐらい地に潜ってやろうかみたいな感じでね、いろんな修行をすると思うんですけども、その時に見栄を張って今の俺で大丈夫と、全てをこの自分自身を全部受け入れてくれる人と出会おうかなと思ったらいないってことに気づくわけじゃないですか。5年も6年も、もう10年ぐらいですかね。35に何もやらなかったとしたら44歳でもう概ね10年なんですよ。だからね、本当にね、なんかこう気づくのが遅いというかね、悩むのが遅いというかね、反省するっていうか後悔するのも遅いんですよ。これは厳しいですけどね、これは私がそう思うんではなくって、実際に20代前半の女性の気持ちになったら、さすがにきついですこういう人はってなりますよね。でも同じ年代でも他のスペックがね揃っていると、まあ素敵なおじさまになるわけじゃないですか。だからやっぱ私たちはね、かっこいい年の取り方をしないとね、あんな風になりたいなとか、ああいう風に年齢重ねたいなって思われるようにいかないけんかなと。まあその一つがいつも自由であることかなと思うんでね、吉谷さんももしかしたらモテるんじゃないですか、ヒゲを剃ったらはい、まあそんなことがね言いたかっただけですけどね、今回はね、なんか相談事が来ましたんで、それで1話作らせてもらいました。吉谷さん、じゃあいってらっしゃい。